将来航空機開発に関わる仕事に就きたいと思っている大学1年生です。今、趣味でジェットエンジンを自作してるんですが、この趣味を就活で活かしたいと思っています。どういうのようにすれば活かせられるでしょうかアドバイスお願いします。趣味でジェットエンジンってすごいですね。まあ、IHI とかになるかもしれないですけど、ただ、就活で活かせられることはなかなかないんじゃないかなと思いますけど、多分あの理系のそういう学部に行ってれば全然いけるかもしれないですけど、なのでもう、 まあ大学1年生なので、今の段階から、その、あの、エンジンを作ってる会社の人と仲良くなるようにしてください。多分、あの、ネット上でその IHI の人ですみたいなのを探せば見つかると思うので、なので、そこら辺でその、もう、あの、要はエンジン作ってる会社ってあんまないんですよ。まあ、堀江さんの会社とか、あの、堀江門こと堀江さんが、あの、ロケットを作ってますけど、あの、本当にそのエンジン自体を作ってる会社と、あと、まあ、ホンダジェットえっと、三菱が確かもう辞めたんだよね、作るの。 がああると思うのであので日本国内だとなかなか厳しいと思うのでいかにコネを作るかっていう方向で頑張ったほがいいんじゃないかなと思います。